予約しちゃいました。こんにちは、柳瀬アビーです。はい、今回の動画は作りません。何も作りません。はい、今回はちょっとね、皆さんにお知らせというか自慢というか、まあ自慢ですね。はい、自慢がしたくて、今回はただただおしゃべりをするっていう動画です。まあ、決してね、手を抜くとかじゃなくて、本当にちょっとお知らせしたいことがどうしてもあったので、一回作業を中断してこちらの動画をちょっと作ってみました。はい、で私が今回ね、何を自慢したいかと言いますと、今年の10月プレミアムバンダイになんと水中型のガンダムが発売されると聞いて予約しちゃいました。いやね、今ね、せっかくねガンプラ作ってきたんだから、これはねぜひ作りたいと思って予約しちゃいました。で、私はこの水中型ガンダム知ったのは、ギレンの野望っていうゲームで知ったんですけど、連邦側でプレイをするとジオンが水中型のモビルスーツをこうどんどん開発してきて、どんどんこう海を占領してっちゃうんですよ。でも連邦の方は全然水中型のモビルスーツ開発できてなかったので、もうズゴクとかゴックとかにもうどんどん海占領されて攻め込まれちゃうんですよ。でその中で、まあ、アクアジムっていうのをね作るんですけど、連邦の方がこれがまあ役に立たなくて、というよりもこうズゴックがあまりにも強すぎてあんまり役に立たなかったんですよ、アクアジムが。で、まあ、その中でやっとできたのがこちらのね、水中型ガンダムっていうわけですよ。でやっとこれが対応できて、どうにか海に進出して、もうどうにか頑張ってコツコツ占領していったっていう、もう思い出のあるねガンダムなんですけど、こちらがね、私がまあさっき言ったようにね、せっかくガンプラを作るようになって、まあ、これは作りたいなと思って、存在を知ってから作りたいなと思って、一応こう探してたんですけど、売ってなかったんですよ今までずっと。でついこの間10月にプレミアムバンダイでもう発売されますっていうお知らせを聞いて、バシッて検索したら出てきたので、もう即予約しちゃいました。でね、さっきからガンダムって言ってるんですけど、実はこの子ガンダムじゃないんですよ。ガンダムじゃない。でも型式の方を見ると分かると思うんですけど、ガンダムはこの RX から始まるんですけど、この子の型式を見ると RAG なんで、こうジムなんですよ。だからまあガンダムぶってるジムってわけなんですよ。でなんでジムなのにガンダムっていう名前で呼ばれているのかというと、ここのね、アンテナ、ここの頭部のアンテナのね形状がガンダムにすごい似てるんですよ。まあ、だから水中型ガンダムっていう名前がついたわけなんですよ。でどうやらね、このデザインはジオリジンのデザインみたいで、まあ、ちょっとこの2つちょっと比較してみると明らかに分かると思うんですけど、このアンテナガンダムのつけてますね、完全に。もう見た目がガンダムに似てるとかじゃなくて、もう開発者確信犯ですね。もうこのジムはもうガンダムにコンプレックスを持ってる子です。プレ版のね、今サイトにあったちょっと画像を見てるんですけど、やっぱ最新だけあってね、今時っぽいこうスタイル、こうディテールも細かくてすごいかっこいいですね。もう写真を見る限りめっちゃかっこいいです。でやっぱね、水中型だからこうバックパックがこう陸用とデザインが違くて、まあ大きいし、まあね、全然形も違くてもすごいいい感じですね。でまあ、武器とかもこう独特、やっぱ水中型だから形とかも全然違くてすごいかっこいいです。まあ、で私がね特にも個人的に気になったのはこちらのねこう銃なんですけど、すごいなんか丸みに帯びてて、なんとなくイルカみたいで可愛いなと思ってちょっと気になってます。まあ多分こう水圧とかにね
耐えれるようにこういう形に開発したのかなって感じですね。で、まあ、こうやってねデザイン見るとすごいかっこいいんですけど、まあ、せっかくね、まあ、手元に届いたらちょっとやりたいなと思ったのはこのアンテナの部分をちょっと私は昔のデザインに作り直してみようかなって今考えてます。まあ、練りパテとね針金があれば多分作れると思うので、まあ、届いたら私はこのアンテナだけはちょっと昔のデザインにしようかなって思ってます。まあ、さっき言ったようにね他のデザインは本当にもうかっこよくてそのままで十分なんで、まあ、ちょっとヤスリをかけて整えるぐらいでいいかな。でちょっとねディテールが細かい分ねこう塗り分けがちょっとぱっと見は大変そうだなっていうのはありますね。まあこれは届いてみてからのお楽しみです。というわけで今回は本当にただただもう私が10月に発売される水中型ガンダムを予約しましたというお知らせでした。本当にただのお知らせで、まあ多分ねこういう動画もね今後ちょこちょこっと出ると思うんですけど、まあよかったら温かい目で最後まで見てあげてください。それでは皆さんこんなんでしたが最後まで見てくれてありがとうございます。次回はちゃんと作ります。それでは See you next year. Bye. はい、皆さん今回も最後まで見てくれてありがとうございます。今私はこちらの IMGL 東京っていう 2.5 次元のコスプレのユニットに入ってるんですけど、なんと9月にワンマンライブをします。で詳細は私の Twitter にも載せてあるのでぜひチェックしてみてください。そしてよかったらチャンネル方も登録よろしくお願いします。では